さあ、ゲストに。立っての希望で来ていただきました。深亮さんです。よろしくお願いします。こんな怖い現場ないです。ええ、何が怖いの何が起こるか。あの、え、ちょっといいですか。あの、数日前にマネージャーから、あの、まあ、仕事の。まあ、こういう問い合わせが来てるみたいなので。あの、四件来てる。って言って、メールが来たんですけど。その四五件全部。 ジュニアさん関連だったんです、えー、<laughs> そうなんですよ <laughs> こなんかえな何だろうそれいやなんか朝起きたらもうジュニアさんから着信がいっぱい入ってるみたいな <laughs> いやもう本当ありがたいこといやいやこれではあるんですけど俺はこれだけやけど俺が直接っていうのはじゃあこれの熱量がいろんなところに伸びてるんですよ触手<種>が、えー、完全にも私がんじがらめでいや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  <laughs> あじゃあまず一発目がこれでよかったわ 同い年でしょもしかしたらジュリアさんの方が下かなとも思ったんですけどあれ何年ですか49年49年あで始めるのが私よりも早かったんで俺15からなんでですよねだって、えー、こっちはだって慶応出てそう在学中慶応在学中に二十歳ででもあの彗星のごとく まあ周りはねそう言いましたけど白いヘアーバンドと共に現れ <laughs>、はい、今や、はい、非常にこう独自の道なき道行ってる感じがあるじゃないですか、はいはい いやそんなこともないんですけどその辺りを非常に俺は興味深く聞きたいなと思ってこれなんでしょうこれセットの関係、まあ、セットというかねおうおうこのなんか<う>校舎の雰囲気もあるかもしれないですけど<う>なんか体育館に裏に呼び出された印象いやそんなそもんそんなもんないもともと出身どこですか <laughs> 横浜なんですご両親は何されてる方なんですかいわゆるあの会社員で、えー、専業主婦ですね母は一般的な。 家庭ですね三男末っ子でいつから慶応行くんですか大学から大学からですね大学からはい小学校中学校とかっていうのは普通そうですいわゆるまああの高率の高校2年の時に将来を考えた時にすごく足が速い子だったんですね子どもの頃からで誰とかけっこしても負けなかったのでんか一番が 当たり前みたいななんかあの気持ちよさを味わってしまったのが勉強も一番が当たり前みたいな感じでずっと来ちゃったんです高、ね、校入ってふと、うん、かそこに虚なしさを覚えてしまったというか、うん、こ一番を目指して何の意味があるんだろう年を重ねると、うん、こう体力を失ってしまう <laughs>、うん、なんかそういう葛藤の時があったんですね。 音楽とお笑いだったんです、ね、どんなに年を重ねてもそれがハンディキャップにならずにむしろ味になるプラスになるなっていうことでその2つがうわーっとこう頭の中で。 じゃあかなり先,から見先にピンを置いてこっちから見てるって感じだよね。まず若い時なんてここの衝動しか見えへんのにんピンの刺すところが向こうっていうのはかかなり早熟というかそんな遠くを見ている意識はなかったんですけど、うん、でも当時そういうようなことで,で僕は音楽も好きだったんですけどうん、うん、でもテレビをずっと見て育ったので。 テレビの中に入りたい、うん、というふうに決めたのが高校2年なんです普通高校出て我々の頃なんてそれこそオーソドックスな芸人のなり方って18からという養成所行ったりみたいなのが普通じゃないですかはい。はいはいはい、そこはなぜ大学行くの大学行かないとテレビの中入れないと思ったんですよね何か付加価値を持って武器持っていかないとってこと まあそこまで冷静だったか分かんないですけど<う>まあ今ジュニアさんがおっしゃったような感覚がどっっかであったんだと思いますうほうほう今でこそ四大卒だとか<う>まあそれこそ東大京大も当たり前にいる中で今だったらそういう考えはなかったと思うんですけど<う>当時の僕はすごい当時はセンセーショナルな肩書きやったもんね、えーまあ、それが功を奏してくれたんだと思うんですけどいずれにせよちょっと言葉悪いですけど。 バカじゃ通用しない世界だと思ったんですね、うん、もちろんそれが一つのタグとして慶応っていうのがタグとして優位に働くかもしれないですけど、うん、そもそもバカでは通用しないみたいな意識がどっかにあって、うんうん、まあたまたままあテレビ的にまあ慶応っていうのが分かりやすかったので、うん、思った通りに入れたところがありました慶応入った、はい、笑いをやるっていうのは決めてるわけでしょ、はい、ほんでどういうきっかけで、はい、もう一発目が渡辺ですか 二十歳になったら門を叩こうって決めてたんですね、うん、高校生の時に二十歳になってでその門がどこにあるかよくわからない,い,いネットもなかったので<う>なんかいろいろピアだとかいろんなの見てまあ電話して最初にかけたのがおそらくここあの今証拠しているネタ見せやってるからおいでっていうことでめ,めちゃくちゃなんかこう合ってるところにの門叩いた感じよね <laughs> フィットしてますか何か選んでっていうわけじゃなくたまたま、ね、あの日にち的にっていうことで。ほんで二十歳でオーディション、まあ、手見せネタ見せやってもちろんすぐにあの所属ということではなく、はい、今月は ライブ出れますよ今月は出れませんよみたいなことを全身タイツ着たり、はあ、ギターをこう書き流したりいろいろやって半年、はあ、あのスタイルいわゆる一言ネタみたいなのになるまでには何本かあって、はあ、あそうですもう本当にしょうもないしょうもないの,あの東急ハンズでいろいろ行動を向かってみたいな時期があったんですけど当時コンビニでレジのバイトしてた時に、はあ、お客さんがこう「あっ6円あります」って端数をこう後で出すじゃないですか。はあはあ でそのありますけどそんなに大事でもないんだけどたまに耳にするフレーズを集めてみようかなってやったのがいわゆるあるあるネタのきっかけというかそれで集めてた時に当時音楽に対してもすごく熱量があったのがあってジャケ買いとかもよくしてたんですよ。 で輸入版のコンピレーション CD を買いあさってたんですけど、うんはい、そのあるコンピレーションをかけた時にうわーっとこう、うん、なんか電流のようなものが流れてその時意識にあった「ああ6円ありますと」と、うん、なんとなくおかしいなと思ってたエアロビの世界、うん、頭の片隅にあったんですけど、うん、なんかそれがわーっと渦をって、えー、どっちかだけじゃ無理やもんねあそこまでいかないもんね。 力というかう曲を聴くことでぐわーっとこう。青年期その高校時代からやってたものがこうドッキングすんのや頭の中でなんかアンテナに引っかかっていたものが、うん、自覚してないものも含めてその曲がこう集めてくれたっていう、えー、その大学は「<う>テレビの中に入るためには慶応に入ろう」<い>「じゃあ坊主にして受験頑張ろう」って言って坊主にしていた反動で、うん ネタっってる時ものすすごい長かったんですよ、はい、ラーメンを食べる時に<う>すっごい邪魔だったんですよでこの耳にかけるのはどうも気持ちが悪いどうもなんか<う>でなんかいいのないかなと思って当時ラーメン食べる時に使っていた白いヘアターバンを装着したま<う>エアルビックスでネタでやろうってうことでやったらこれが<う>まあいわゆるトレードマークみたいに。じゃあ入って半年ぐらいそうですね ででもそテテレレビビやんはうただ深夜番組だったんですけどああそれもフジテレビの音楽番組、えー、アマチュアバンドを売り出そうって中の箸休めコーナーで芸人さんがちょろちょろっとネタやるだけだったんですけどうん、うん、当時その深夜番組のなんかその熱量というかネットないんですけど、はい、なんかそれが伝播してイカ天とかも,もうすごい時だかねあそうですね それで瞬く間にでありがたいことにそこに出てた、あのーまあ、飯島愛さんだとか<お>そういう著名な方がこういろいろ言ってくださったおかげであってそのフジテレビさんの深夜から TBS のゴールデンタイムで、うん、後ろにそのアイドルの皆さん従えてみんなで小心者克服講座をやるみたいな、うん、ゴールデンタイムでやったらもうたちまち全国からあのファンレターとかそういう反響が。 起きてて俺らは二十歳だから大阪でやっとこう番組やらせてもらえるようになって東京でなんか突然現れたぞなんか新しい芸人がみたいな感覚で大阪で見てたもんね関西にまで届いて,てもちろん届いててなんだあれはみたいなほんでその頃に時代でいうとボキャブラとかが始まるやん そうですねボケはいで私はボケブラには出られなかったですけど「その笑っていいとも!」のプロデューサーの方にいろいろとあの手を差し伸べてもらって、うん、ココリコさんとかと深夜やったりだとか「うん、そのいいとも!」の予備レギュラーだとかそういう方面で「いいとも!」レギュラー何,何歳でいいあでまあ20代です前半やんねそれは。 バーンとこう世に名刺は食われたもののバラエティーの団体芸でもうどうにも足手まといだしどう立ち振る舞っていいかわからないでテレビに出たいと思っていたものの全然そういうとこまで考えていなかったのでいざ夢の舞台に入ってから何もできないことにも不甲斐なさに悲し,悲しんでいる時に私の頭をはたいてくださったのが いわゆるシュールのネタをやっていた人がバラエティでどう扱っていいか、はい、みんながこう躊躇している時にもうガンガン踏み込んで叩いていじってくれた何も喋ってなくても叩いて東野さんによって笑いが生まれるみたいな構造でタモリさんが「お前絡みづらいな」って言ってくださることによって。 甘えにはなりますけど、うんうん、それで一つの価値が生まれる。存在。はい、はい。そこからまた人生がガラッと。あれはもう俺らが東京でできて、俺ら東京でいて二十三やねんだけど。二十三、四、五ぐらいで多分共演ちょいちょい、ね。したりしてる時に、えーえー、俺もやけど。はい、あ、福岡君も結構。 ちゃんと無意識に呼吸できてない感じやなっていう感覚が何となく、えー、呼吸しないととかっていう感覚が、まあ、俺もあったし、えー、あお互いこうある悩んでんねやろうなみたいな感覚が何となく俺は思ってて<ー>ほんで、はい、30代、はい、どうなっていくのこれがですね<う>まあその本当に あの10年刻みでそんな機械的にいくものではなくグラデーションではあるとは思うんですけど私は本当に覚えていて感謝しているのがあのもうこういう話するとちょっともう目がですねちょっとこう湿ってきてしまうんですけど大丈夫ですかこういう話をするととあるあのバラエティ番組で IKKO さんとご一緒する。 それで IKKO さんが歌を練習するみたいな<う>特訓する番組だったんですね<う>でその IKKO さんのそばでずっとロケしてて<う>でそれをサブ出しするじゃないですかサブ出しするとお客さんが見てるじゃないですか IKKO さんが何かやるそれで僕が何か言葉を載せるそこでお客さんが笑ってるっていう現象がサブ出しでも起こってえっ何これ いいつもはたかれている僕じゃなくて僕が IKKO さんに言葉を添えることでみんなが笑ってるっていううわーっと何かそのつかんだというかこういうことかみたいな感覚をだから本当に IKKO さんには感謝していてバラエティーで立ち回るっていうのは例えばこういう生き方があるんだっ,でさんだったり、まああとえー、岩佐弁護士だとの。はい 突き抜けたタイプの方の近くにいると自分も生きることができるそういう感覚をつかめた最初が一 k さんでそういうことをやっていったのがど,どなたかの目に留まったのかよくその後出る時に打ち合わせで言われたのが「深川さんあの今回も裏回しお願いしたいんですけど」みたいなことを言われるようになったのが30代。 もう一つ大事な話があその内村さんにこの手を差し伸べてもらうっていうのは僕の人生であのすごく大事な局面であるんですけどその20代後半で内村プロデュースのロケの合間だったんですけど出川さんがふっとこう僕の隣に座ったんですね合間に。でなんかニヤニヤしながらこう膝をこうさすって「ボスと出川は」 お前だからなっって言ったんですよ<う>で僕はその時自分の中でその葛藤してるところもあったんですけど気持ちがぬかるんでるのもあったんですが、うん、出川さんにそれを言われることによってこ、うん、これは大変ななとになった、うんうん、今,今は今で出川さんのキャラありますけど当時の出川さんってまた分かりやすくヒールで、うんうん、確かにそういうカラーの仕事はやっていますが。うんうんうん 出川さんの道をこのまま突き進むのはさすがに無理だと慌てて舵を切った瞬間があってそれは出川さんの道にじゃな本にそっちじゃない方に僕はそっちじゃありませんって自分の心の中で出川さんにはなんとなくありがとうございますと言いながらも僕はそっちは無理ですとこのままじゃ大変なことになるって言って。 違う方に舵を切ったのが<い>まあ大体その20代か三30代になる移行期で,<う>でそこからあのさっき言ったの一行さんの出来事だったり「いはいはい、裏回しお願いします」っていうお話とかがちょうどこうスライドできたというかうでもちろんなんか一時ちょっと不可っぽくない20代の不可っぽくないなってことでその仕事が減る時期とかも多分波はあって。 だは思うんですけど、まあそこまで余裕なかったと思うんですけど<う>でもどっかで、あのー、MC っていうものをやっていきたいなっていう気持ちはあって今思うとなんですけどその小学生の頃って先生のものまねとかしたりなんかひょうきんな人がこう人気あるタイプいるじゃないですか。 ああいうタイプではなかったんですけどうん、うん、先生に何かこう言葉を放り込んでクラスを和やかにするみたいなうん、うん、そういうタイプだったんですいわゆる裏回しだったり、はい、なんかその場を和ませるみたいなそれをもう大体、うん、こう芸人としゃべってたら、ね、小3ぐらいの時に芸風って決まってるよね。 やっぱそうですか、えー、じゃあもうまさにおっしゃる通りですね。えー、でその後、まあ三30代の途中で「5時に夢中」っていう東京 MX の、あのー、そ 30, 代30そうですね30代後半かなほうほう声頂い,いてやるんですけどで MC としてでコメンテーターはマツコさんだったり岩井志マ子さんだったり,ったり、まあ、かつて一光さんのようなうん、うん、割とこう突き抜けたタイプの人たちいわゆる。 珍獣,猛獣,、まあえー、獣猛獣といわれる人たちをこう、まあ、相手にしてやるっていうのはう、うん、その感覚でずっと来てたなっていうあれは「帯でででずっっとやってたんでしょ、えー、そうです何年五時に夢中」が9年でその後、えー、この秋終わったんですけど「<あ>バラ色ダンディ」って夜の方は3年半。あ 通ったすごいよねそれでも芸人がオ帯でずっとやってたら、はい、一方でなんか違うことをやりたくなってくるよねえ、はい、こっちで MC 帯でやってるからこっちでネタやりたいとか、はい、それで深くに言ったらこっちで音楽やりたいとかじゅらさんご存知かわからないですけど今50で芸歴30年で、はいはい R1 にチャレンジしようそうそれ見たありがとうございます深川君ちょっと話聞きたいなそうですかありがとうございます昇進もの克服講座で世に出てからその割とテレビへの憧れが強かったので早くにお笑いライブを離れてしまった後ろめたさが多分ずっとどっかにあってでもその間は文章を書いたりえと音楽曲を作ったり なんかその他のことでなんとなくごまかしていたな自分の中ではごまかしてるつもりはなかったんですけど早くに離れてしまった後ろめたさは30年経ってもなおやっぱり残っていてむしろそれがふわーっと大きくなりでこの30年というタイミングで12年半やった帯番組が終わるさあもう一回大海原へ行ってこいよっていうふうに感じちゃったんですよ。 このタイミングでまさかの内村さんの還暦で内 P が復活という大きな風を起こしてくださってちょっと不安ながらも掲げた方がちゃんとその風を受けられたというか本当に内村さんにはそういう目的ではもちろんないわけですけどそういうようないろんなタイミングが重なって。 今に至るそこへジュニアさんからの声をかけていただいたということでなんかすごく不思議な心境ですえ r 1っても予選始まってるエントリーが始まってホームエントリーはしてないんですけどんか日にちを決めるみたいなことではいでも結構な覚悟とそのもしかしたらズタボロになるかもや あもちろんですね。で、あのもちろん全力で向き合いますけど、今思うとその二十歳の頃にやってたネタはテレビを照準にしてネタを作ってた気がするんです。テレビタレントになるため、はい、今その R1 に出ようと思って、うん、あの夏ぐらいから小さなお笑いライブにいろいろ出てネタやってるんですね。でそこで 浴びる拍手なり笑い声なりうまくいかなかったことも含め肌で感じるものってすごく貴重な経験だなと思ってどうやって表現できるか何を伝えられるかっていうことが今すごく楽しくて今まで30年見てきた経験してきたことをこの4分の板の上で表現したいなっていう気持ちになれたので30年下積みしたっていうような感覚であの 舞台に向かってます、ねえーまあ、まあ、うちはコンビやからまたピンとね全然ちゃうやろうけど、えー、<お>また僕の場合あの別に望んだわけじゃないですけどなんだかんだ独身でずっと来ているので周りがその辺は、えー、ど,どう考えてんの異固地にもなってないですし<お>そういうあのお相手の方がいればとは思ってるんですけど<お>現状、まあ、ずっと一人で生活して。 ただこれによっってて出会えるる景色ってあるじゃないですかおうおうで周りがあの結婚したり育児とかで本当<う>に人として僕はなんか尊敬するところもあるんですけど、うん、家庭とかを持ったら、うんうん、今見てる景色を失ってしまうのかなっていう怖さもちょっとだけあってちょっとだけなんですけど、えー、それを言い訳にしてるわけでもないですし。うんうん ままだ早いいかななっててううような気はしてますもう少し50でまだ早いかなって言ったら、はい、もう無理やわですよね <laughs> <laughs> もう少し味わいたいなっていうなるほどなるほどでもこういう価値観をもう、うん、ひっくり返してくれる方と出会いたいなともどっかで思ってるんですけどいやアイデアひっくり返すことないよないですか、うん、自分で飛び込まんと <laughs> あれジュニアさんは何歳で俺41 俺はもうほんま15歳からずっと一人で一、うん、人で生活してきて、えー、もうなんかもうちょっと新しいところ行きたいと思って、えー、カード切った感じそうですよね、うん、芸人としてちょっと違うカード切りたいなみたいな、えー、引っ越しや模様替えじゃ無理やなみたいな <laughs> <laughs> そ,う、えー、そうですよね <laughs> 小沢健二さんの「ライフっていう30年前にリリースされたアルバムがその30年後の8月に武道館で再現するっていうライブで僕そこもう「ライ f すごい好きなのでそこ見に行ってたんですけどまあ小沢健二さんの世界なのでまあ素晴らしいエモくて、はい、まあ涙も,も ああて、えー、素敵な再現ライブだったんだな<う>これはただ過去を懐かしむだけじゃなくて<う>未来を見据えたライブだったんだな本当に素晴らしかったってこう出たらですね<う>ちょうどそこに赤ちゃんをこうやって抱っこしたバカリズムのますのがスッと出てくるんですよ。 悪口を言ったりずっとつるんでたあのますのが30年の再現ライブの終わりに30年後のますのがポンと出てきて30年前の記憶とこう重なって、えー、無理でしたね、えー、<laughs> いやもう勘弁してくれマますここで<う>その30年って、まあ、言葉で言うのも簡単ですけどその30年っていうのが可視化されて目の前に現れたので、ね。えー そこでもまたぶわっとこう増すバスのは共通の知人のところに数日後電話したらしく「さん最近会ったあの人ちょっと情緒やばくないですか?」みたいなあそうなるもんね普段何してんのお酒飲むのはいそれんか後輩とみんなでわーみたいな感じじゃないやろはい一人で一人で家ではいごめんな何がおもろいね おもろいとかじゃないんです。おもろいかどうかちゃうの。おもろいとかじゃないんです。あ、そうだ。はい。あ、そうだよ。え、趣味とかがあるの？その DJ もやっているので、週末とかはあの焼酎を片手に DJ 配信して。あ、今なんかどっかの小屋に集まってじゃないんや。そういう時もたまにありますけど、週に一回とか、もう自宅で気軽にで配信して。 ファンとの交流というか。そういうことだなはすごくちょうどいい、なんか精神の。バランス。あ、そうなんや。でも、あの、これからは。あの、飲んでる時に。ジュニアさんの何が楽しいねんっていう声が聞こえてきそうでゃない。やいやいや。ちょっとそれを振り入られるの時間かかりそう。いやいやいや。すぐ聞こえてきちゃうんですよ。しばらく残るじゃないですか。 ちょっと後で取り除いてほしいんですけど <laughs> <laughs>。六、うん、円ありますに書き換えると。そう、でも、そういう感じで。<ー>あの、この後も、あの、その事務所の。あの、若手と。あの、ライブ。<う>ええー、この後、うん、もうちっちゃい百人ぐらいの。<ー>あの、ライブハウスなんですけど、おーおー後輩を連れてみたいなのも、いつかやりたいなとは。 だって全員怖いやろもちろんそうですね1 5六6組ですから1ほんなちょっと仲ええ子とか空いてる子いこうかみたいなならへんのいやそれこそね楽しそうじゃないなと思っちゃうんですへえ気使うしどっかでやりたい気持ちはあるんですけどなんか義務で無理やり来ているとかだと申し訳ないなとか相談一つ相談してもいいですかでいいいすかは 僕ってその場所場所でカラーというか、はい、キャラクターが変わってしまうんですね。はい、で例えばまあ大きいところで言ってもさんまさんやジュニアさんなんかもそうかもしれないですけどどこ行ってもそのなんですかね統一されているじゃないですか、はい、キャラクターが、はい、だから僕ってどこであの接してるかによって、はい、イメージも全然違うんですね。はいなるほど 利点でもあり、はい、欠点でもあるなと<う>コンプレックスでもあったりするんですけど、えー、いやそれは別にあいつと絡んでる深川を見たいとかあいつのそれこそ手綱を持ってる深川が素晴らしいとかっていうことやもね例えば誠司さんなんて、うん、どこ行ってもやっぱ誠司さん分かりやすいじゃないですか。で僕って今言ったようになんかこの人と絡むとって皆さんあると思うんですうん、うん、相性とか。うんうん っってていううよよりも僕もなんんか人格自体が変わってしまうんですよね多重人格に、えー、MC をやっているのを見ている人はなんとなくそういうふうに見てくれるしかつてのそのいじられの打ちピーとかそういう感じので接していた人は、まあ、ある種ヘタレキャラでもヘタレキャラと MC ってあまり共存できないじゃないですかそこら辺をこの50代どうしていこうかなみたいな。 話がまた戻ってきますけど千原さんからあの声をかけていただいたものの中には正直僕は不得意だなと思うようなものも声かけていただいたんですねでも不得意分野だけどガタガタ言ってる場合じゃないだろうと声かけていただいたんだらもう行くしかないだろうっていう な,なんやろ <laughs> じゃあその不得意分野かもわからんところで会うねやん、はい、近々おそらくその現場であこ心のことだなってえー、楽しみやわ <laughs> でももしかしたら僕の中で不得意意識を持っているだけではた、い、から見たらそうは見えてないんですかねいやし不山君なんて逆に俺から言うと羨ましいのは、はい、ほんまに変な意味じゃんみたいな、はい、MC できて滑れるやん いやこれ滑れるやつが結局一番強いやんそうなんですけど滑ったあかんやついるやん分かります分かりますこんな弱い生き物ないやんだからうまく両方できるからええとこいったなあいう感じだけどなだって最初はさ出てきた時はそれこそ絶対に滑れないそそううでですお兄さんっていう感じやはいそうでお笑い貴公子が現れたみたいなさはい それで滑っている時にもがいてもがいてもがいて、はい、っていうことでそこでもがき苦しんだ結果、はい、なんかそんななオールマイティなボディー手に入れてーオールマイティといえばすごくいいんですけどだから自分はここの現場苦手やなとかこ,れ、はい、この人嫌やなみたいなとこガンガンいった方が絶対結果として一枚通してこっちで見てる人間は結果一番喜ぶことになると思うけどな。

本当にほんまに独自のほうがええわこれ子供できたら涙せどうなんねん朝起きてもなかなかんねんいやいやそうですよねいもほんとありがとうございますなんか今日お話してきたっていうのはやっぱりんかすごく大きいことだったいええこちらこそ本当にこれからお互いまだまだ先長いから言うたってそうですね50代上見てったら始まったとこかい思うもんね まあでも近所がトントントンって合うのよ。ないですけど、かもしれないです。はい、一緒にお酒飲めたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、本当に。なすごいわ、情緒が。すいません。感受性が。